藤森ゆかは、長野県長和町出身のスノーボードクロス選手。長和町立長戸小学校、与田久保南部中学校、東海大蔵高、JWSC 全日本ウィンタースポーツ、専門学校卒業。実家が、スノーボード店で、従業員に教えられて、スノーボードを始めた。長和町スキークラブ、チーム JWSC を経て、現在は、 チームアルビレックス新潟所属。マネジメントはエーベックススポーツが行っている。財団法人日本オリンピック委員会オリンピック強化指定選手。身長160センチメートル、体重50キログラム。2004年より国際レースに出場し、3月の FIS レースで優勝。2005年4月のジュニア世界選手権で5位入賞。 同年10月にはワールドカップで6位となり W 杯初入賞を果たす。2006年にはトリノオリンピックでオリンピック正式種目となったスノーボードクロス初の日本代表に男子のチムラと共に選ばれる。成績は藤森が7位入賞、チムラが16位。2010年バンクーバーオリンピック日本代表に選出されるも、 大会公式練習の際に突風に煽られて転倒し頭部の打撲症を負う。藤森本人は2月16日の試合当日まで出場を希望していたが、医師から現状で再度頭部を打撲するようなことがあれば脳に障害が残る可能性があると言い渡されたため競技を棄権した。藤森は後に良い結果を出したいという気持ちで焦っていたと語る。 同年12月7日、オーストリアで開催された W 杯2010から2011シーズン開幕戦にて3位に入り、初めて W 杯の表彰台登壇を果たす。2015年1月にスノーボードクロスからスロープスタイルに転向。2017年11月に2018年のピョンチャンオリンピックを最後に第一戦を退く意向を発表。そして、同オリンピック。 日本代表を内定した。2018年11月10日に日本放送、高島秀武と里崎智也サタデーバッテリートークにゲスト出演。今後の活動については五輪は出ないでプロのスノーボーダーになることを決めた。2019年1月に x ゲームズを再び挑んだ。ありがとうございます。